はい、どうもこんにちは。今日はこれは、数日前作ったサークルなんですけど、この隣のピンコロのスロープとか、まあいろいろ9年ぐらい前に作ってる部分があるんで、その9年前の写真も出てきたんで、それを交えながら説明したいと思います。それでまず庭を作る時のポイントは、見る人の視点っていうか、どの位置から見るかっていうことをはっきりさせること。これはここが駐車場なんで、あと画面右側がに窓があって、その窓からの景色と、この駐車場、あとこの歩いて行った時、アプローチを歩いて行った時の景色を重視してます。こんな感じで、で、あとこの石とかね、枕木とか、できるだけ安くて身近にあったものを使ってます。で、誰でもね、ものをゼロから考えるって難しいんですけど、こういう材料が、これね、こういうふうにあれば、イメージ、材料を見ながら考えれば、イメージもしやすいと思うんですよ。で、これ結構汚い絵ですけど、ここなんかは、2011年の大地震の時の、崩れた大谷石の塀がこの近所にいっぱいあったんですけど、その崩れた大谷石の塀の部品というか、石をもらってきました。で、これを積み重ねておいて、これを造園というかね、ガーデニングの材料に、あとこの枕木なんかも安く手に入るときに買ってきました。これ満州鉄道、中国産です。これ中国産とかオーストラリア産とか日本のやつとかいろいろあるんですけど、国によってサイズが違うんで、あれは中国産の満州鉄道に使われてた、枕木だそうです。それでこの丸いこのサークルなんかは、これ造園屋さんにもらったやつね。あとここ、それでさっきの大谷石なんですけど、この下に敷いてあります。それで大谷石、柔らかくて割と加工しやすいんで、素人でもこうやって斜めに切ったりとか、そういうこともできます。あとね、この枕木と、中国産の満州鉄道の枕木と大谷石の厚みがぴったり同じだったんですよ。で、この左にあるのはログハウスなんですけど、ログハウス、このこう、なんていうの、基礎が高いんですよね、大体普通ね。で、こう階段とか、こういう見せ場を作りやすい感じになってるんで、ここもね、モルタルを使わないでできました。これも、積み重ね、置いてあるだけ、極端な話言ったら、置いてあるだけで、もう9年間全然大丈夫です。びくともしません。これ、厚みが同じだからやりやすかったんですよね。だからこういうのも実際材料がないと、頭の中でだけ考えてたらなかなかできない。あとこの、あとあれね、まあ庭っていうか、ガーデニング庭でも基本として通路は曲げると、まっすぐ歩かせないで、わざと右に植木を植えてあります。それで左に窓があるんで、窓の景色も考えてます。で、右に植木、左にフェンスを作りました。フェンス、これね、和風で言えば袖書き風のフェンスで、これこういう障害物を作ることで、なんとなくその先に行ってみたくなるような感じとか、距離感とかを出してます。で、このこれね、すごい簡単なんですよ。ホームセンターで買ってきた丸太を、杭か
杭、先が尖った杭を地面に打ち込んだだけで、防腐のやつですけどね、防腐のやつにさらに岸田でこう塗装してありますけど、まあそれで9年間全然腐りません。若干あの日差しから出て雨に当たるんですけど、全然。腐りません。それで階段なんかもあのまっすぐな階段は作らない。まっすぐな階段はデザイン的にもつまんないですし、あの失敗が目立ちやすい。だから意外とねプロの人じゃないと難しい。でここもわざとカーブさせてる。まっすぐよりもカーブさせた方が失敗が目立ちにくい。だからカーブさせてます、ね、振り返った景色はこんな感じで、ここがねタバコとか吸うスペースで、私はちなみにタバコ吸いませんけどね。でこのこれね洗濯機とかこう生活感があるものがあって、あとこのよくあるデッキのから生えてるような、植木もこれね、実際ここ見えるかな、このここは土はありません。この下に金網が張ってあって、でバークを敷き詰めて、あのなんていうの、ここに地面があるように見せてますけど、実際は60センチぐらいかな、地面から上がったところにあります。実際の土はこれより60センチ下。あとこの階段ね、ここ裏口なんですけど、ログハウス裏口でこう階段も曲げました。まっすぐやると難しいし、こう螺旋状にすることによって材料も節約してんですよ。枕木もだいぶまっすぐな階段より少なくて済んでます。あとねこのこうなんていうんだろうな、デザイン的にもこれかな、これを確保しながらデザインに入れていると。あと両脇はこれあれだね、両脇に生えてるのがなんだっけ、ゴールデンモップ。伸びすぎちゃいました。本数が多すぎたんですね。減らしていけばよかったんですけど、ちょっとこれ失敗です。本当はでかいのが1本、いっぱい植える必要はなかった。ただでかいの売ってないんですよね。でかいのは手に入らない、自分で育てないと。だから育っていく段階で間引いていけばよかったんですけど、なかなかそれができなかったっていうわけです。こうどうだろうな、あとからこの9年前の写真と比べて、工事中っていうかね DIY 中の写真と比べて見てもらえればと思うんです。あとこれね、こっちからの目線っていうのはあんまり考えてないんですよ。まあこっちから裏からも綺麗ならばいいですよね、まさかね。あとこれか、この門みたいなアーチっていうのかな、アーチを、作ったんですけど、これ要はちょっと敷地が広いんで、この塀でこのログハウスの周りの世界を作りたかったんです。で門をくぐることでこっちの世界に入るというのを、いう演出をしてみたかったというわけです。こんな感じかな。それであとね、最初に戻りますけど、ここもまだ終わったわけじゃなくて、これからもうあと2つぐらいねサークルを作ってみたいと思ってます。サークル作ったり、奥にはレンガも作る、
でレンガも立ち上げたいけど、レンガってまだやったことなくて、積み上げること、まあまあいろいろこっちも計画があります。こっちもこう乞うご期待ということで、あ、それでね、これここもゴールデンモップ、下はウィルトニーっていうコニファーですけど、ゴールデンモップ伸びすぎてます。で伸び大きくならないんですけど、要は最初に本数を植えすぎてしまったっていう失敗ですよね。だからあの育っていく段階で減らしていけばよかったんですけど、ちょっとそれができませんでした。お手入れができないでこういう状態になっちゃいましたっていうわけです。はい、じゃあ今日はこれで以上です。ではまた。